一国民です。野田首相が社会保障費捻出のためには消費税 10% 引き上げなどはどの政権でも避けて通ることができないなどと言っていますが、今消費税だけを引き上げれば経済が縮小し税収が落ち込むだけで社会保障費を捻出することはできません。社会保障費を捻出しながら経済を拡大させるには、まず法人税を諸外国並みに引き下げ、企業の国際競争力を引き上げ、雇用を確保し、お金を持っているお年寄りに積極的にお金を使ってもらうため相続税を大幅に引き下げ、お金を使ってもらうしかありません。若い世代には子育てに精一杯で余分に使うお金などないからです。その上で食料品などの消費税は 5% に据え置き、贅沢品などは 25% 取る。このようにすれば税収を増やし社会保障費を捻出することができます。こういった考えは本当は誰でも分かっていることなのです。それなのになぜそうしないのか。それは民主党野田内閣が日本の国益のために存在する政党内閣ではないからです。野田内閣の主要閣僚の多くには在日韓国人をはじめとする永住外国住民の法的地位向上を推進する議員連盟に属する閣僚が数多くいて、外国人参政権推進派内閣で日本の国益を他国に売り飛ばそうとしている人たちだからです。 TPP 推進派の前原誠司は国旗国家法に反対し、国旗にも国家にも敬意を払わない、外国人参政権に対してもどちらかといえば賛成などという姑息な言い回しで日本の国益を他国に売り渡すことも平気な人物です。 TPP 推進派の、また同じく TPP 推進派の岡田克也は在日韓国人をはじめとする永住外国住民の法的地位向上を推進する議員連盟会長で、外国人参政権を最も強力に推進し日本の国家主権を他国に売り飛ばそうとしている人物です。さらに言えば小宮山陽子厚生労働大臣は国旗国家法に反対し、国旗にも国家にも敬意を払わない、日本の伝統文化を破壊する夫婦別姓推進論者でもあります。極めつけは東日本大震災の被害者は助けないくせに韓国に対して5兆円の支援を約束、5兆円の支援を野田内閣民主党は約束してきたことです。日本の国家主権を他国に売り渡そうとする民主党野田内閣が税と社会保障の一体改革で日本の国益を守るわけがないと断言できます。またさらに先に退陣した菅直と波多山幸雄両名は拉致実行犯と関わり合いのある政治団体に対して6000万と1000万の政治献金をしていることが明らかになっています。このようにこの国の中には政治、教育、マスコミなど数多くの分野に売国行為を行う者、スパイ行為を行う者、反日組織とつながりのある者が後を絶ちません。そこで国民の皆様に提案があります。選挙において政治家に国防について語らせること、とりわけスパイ防止法、売国禁止法、反日組織を解体することのできる破防法の強化とその厳罰化、そのための新しい情報機関の設置について話をさせることです。そのために一人でも多くの国民の皆様にデモに参加していただきたい。政治家よ国防を語れという国民運動を起こすのです。本来こういったことはマスコミの使命ですが、既存のマスコミは時の政権にすがりつき CM スポンサーにおもんばかって、もうちょっとで終わります、すいません、おもんばかって真実を伝えないばかりか反日国家の手先となって
情報を垂れ流しているのが実情です。そうした中で選挙において真に保守の政治家を当選させるには、まず国民の側がデモに参加し、国防をとりわけスパイ防止法、売国禁止法、反日組織を解体することのできる破防法の強化と、その厳罰化、そのための新しい情報機関の設置を強く求めていく。こうすればスパイ行為を行う政治家はスパイ防止法を叫んで選挙を戦うことができません。後々自分の首を絞めるからです。売国行為を行う政治家、反日組織とつながりのある政治家もまた同様です。そのために一人でも多くの国民の皆様にデモに参加していただきたい。この話を聞いてくださっている人たちの中には、インターネットなどの情報ツールがあるじゃないかとおっしゃられる方がいらっしゃると思います。確かにインターネットなどの情報ツールは情報を得るには便利なものです。しかし人というものは目と目を見、同じ空気を吸い、肌で感じなければ伝わらない情熱、この国を何としても守りたいという心の底から湧き上がってくる思いというものは、インターネットでは伝わらないと思います。この考えに賛同していただける方がいらっしゃったなら、全国各地で行われるデモにおいて手製のプラカードを作り、売国禁止法、スパイ防止法、反日組織を解体することのできる破防法の強化と、その厳罰化、そのための新しい情報機関の設置を強く求めると書いて、一人でも多くの国民の皆様にデモに参加していただきたい。最後になりましたが、もう一言だけ。この国の先人たちは国難に対し、幕末の志士が靖国の英霊が今を生きる日本人のために命を懸けて戦ってくださいました。平成の世に生きる日本人もまた、これから生まれてくる日本人のために命を懸けて戦ってやる必要があります。一人一人の国民の皆様方が決して傍観者にならず、行動することによってそのことをお示しくださりますよう、切に切にお願い申し上げます。ありがとうございました。